心の指揮は、高田三郎が作曲した合唱組曲。前編で、ピアノ伴奏を伴う。作詞は、吉野博史。1967年度文化庁芸術祭、参加作品として、NHK 名古屋放送局の移植により、混声合唱版が作曲された。放送初演は、同年11月23日、合唱イコール、名古屋放送局合唱団。 四季イコール石丸博し、ピアノイコール松野貴一。翌年に河合出版から出版され、1970年には女性合唱にも編曲された。男性合唱版は合唱指揮者、今井国夫による編曲のもの及び今井版を参照に、塚圭一が編曲したものがそれぞれある。高田の芸術祭参加作品の中で唯一受賞を逃した作品であるが、今世版、 女性版とも100冊を超え、水の命と並ぶ高田の代表作の一つに数えられる。芸術再参加にあたって、高田は、高野菊生の詩集、闇を闇としての巻末に解説を書いた吉野に注目し、吉野の代表的な詩、I、was ズ・ボ r ンへの作曲を試みるが、吉野からは、この詩は作曲には全く向かないからと言われ、代わりに吉野は30以上の詩を高田に提供する。 高田は、私は、作曲に向いても向かなくても、これと思うしに曲をつけていってしまう種類の人間であるが、この時は、吉野さんの計画に従うことにしたのであったとして、この中から七兵を選び、組曲として構成した。水の命と比べると、吉野の言葉は明瞭で、高田は、私は、詩の選び方にある特殊な好みを持っており、なかなか一筋縄ではいかない作品が多いが、 この曲はそれらの中では取り付きやすい方で、私の作品への入門曲という人もいる。としている。全7楽章である。風が水澄まし流れ山が愛そして、風雪の日に、真昼の聖婚聖版、女性版は、河合出版から、男性版は、東海メールクワイヤーから出版されている。今井版は、未出版。ありがとうございます。